危ない。すいません、お父さん。お父さんみたいな。ヒロさんのお父さん。なんだ。僕たちは本気なんです。とても本気には見えないな。お父さん、ちょっと話を聞いてあげましょうよ。家族だ。このご時世なんだから、もう住所とかそういう細かいこともいいじゃないですか。お母さん。それにまだハンさんのことも何にも聞いてないでしょ。すぐに一緒に逃げてください。どこへ？なぜ逃げる？不安のないところへ、身一つでも何も恐れるものがないところ。私は古い女です。でもあなたを守るためなら、天下国家を敵に回しても恐れはしません。いいよ。よろしいですね。あなたと一緒ならどこだって構わない。あなたのいるところが私の国、守るべき場所。